あれ、なんか見たことあるぞ。ばかりした。死顔を襲ったその化け物についてはこっちで調べましょう。なんか見たことあるぞ。誰だったっけ。思い出した。思い出した。こいつ外の世界でもこんなエロい格好してるのか。あいつの正体に心当たりはあるか。デジモンではなかったようだな。わっちらにも見当がつきんせん。同じような報告は他のハッカーからも聞いてる。今情報を集めているところです。この髪型ってまず三つ編みを作って、お団子作って、その周りをくる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 って回してるんだろ。相当時間かかるんじゃないかこれ。なあ、シガは放っておいていいのかよ。アカウントのエラーを装って逃げてるだけかもしれないぜ。あんな小物、これ以上追いかけたところで無駄どす。どういうことだ。シガのようなフリーのハッカーを使ってアカウントを集めている。元締めがおる。そっちを狙うんだ。そいつを戦う限りアカウント狩りは止まらしまへん。次の依頼はその元締めを追うことか。話が早うでよろしおすな。やり方は問わへん。ただし手加減したら飽きまへんえ。よっしゃ、頑張ります。ザクソンを怒らせたらどうなるか、たっぷりと思い知らせておくのだし。いや、それ自分でやれや。依頼すんなよ、そういうの。おお、おっかね。おいおい、ずいぶんなメンツが揃ってるな。任天堂を怒らせたらどないなるか、たっぷりと今思い知らされてるんだな。うわあ、出た出た、アルタさんだ。おや、誰かと思ったら元伝説のハッカーチーム、ジュートの新た班やないの。あんたはザクソンのナンバー2フェイだ。噂は聞いてるぜ、いろいろな。いや、久しぶりだな。よく俺たちの前に顔が出せたな、サナダ。どうしたんだ、なんで怒ってるんだ。よせよ、リュウジ。今さら詫びでも入れに来たのか。またそれかよ。もうよしてくれ、終わったことだろ。お前だけ終わっててもね、他の人は終わってないんだよ。なんだと。ぶっ飛ばすぞ、喧嘩強そうだもんね。よせって、フェイだっているんだ、場所考えろ。フェイがいた、なんだ。続けて構いまへんえ。そういえばアンさんら二人も元柔道でしたな。解散したとはいえ元仲間同士、弾む話もありましたろ。邪魔者は退散しますさかい、どうぞごゆっくり。ほな例の件よろしゅう。これから忙しくなります。はい、さよなら。ザクソンか、お前らすっかりあいつらの仲間になっちまったんだな。なあ、エデンのハッカーはどうしちまったんだ。そういえばザクソンと敵対してたんだったっけ、前作の主人公は。最近のやつらはおかしいぜ。暴走するやつが後を絶たない。ザクソンは秩序を保っているなんて言うが、俺の目にはそうは見えない。俺たちの時はこうじゃなかった。俺たちはもっと自由だったはずだろう。自由を吐き違えてるやつらが多いんだよ。自由だから何してもいいっていうね、それは違う。自由だからこそしてはいけないことをしないっていうね、そういうのが自由です。黙れ、知ったような口を聞くな。 お前には関係ない。逃げ出したお前にはな。逃げ出したのか、リュウジ。相変わらずダッサい服着てるな、この人。逃げ出したか。まあその通りだよな。実は逃げ出したんじゃなかった。待てってリュウジ、あんな言い方ないだろ。あいつだっていろいろあったんだからさ。逃げたわけじゃないんだ。悪い。ま、仕方ねえけど、お嬢の前ではそんな顔すんなよな。あと、あいつな、新人。今の俺たちはフーディエなんだからさ。
そうだな。少し頭を冷やしてから戻る。お兄様がしっかりしてないとね、フーディーは成り立たないんで、お兄様は強くいてください。じゃ、先に店戻ってるわ。ところでストーリーばっかりでデジモン鍛えられないぞ。俺だって。ああ、分かった。詳細を送ってくれ。誰と会話してるんだ。もしかしてお兄様が黒幕か。俺たちはもっと自由だったはずだろう。自由を履き違えるなよ。言ってくれるぜ。綺麗事を。綺麗事。だから自由をね、ほんと履き違えてる人が多いんだよ。ネットだから自由とかね、ツイッターだから自由とかね、ツイッターは何をつぶやいてもいいんだみたいな。いや、いいけどやっちゃいけないことあるからねっていう。それは自由ではない。悪魔退治頑張るか。掲示板でも確認しとこうか。なあ、あそこの部屋ってなんで立ち入り禁止なんだ。VIP ルームだからだ。お前知らないのか。あそこはな、立ち入ろうとする者の周りに不幸が起こる。開かずのVIPルームとして有名な。あそこというか真横じゃねえか。すぐ横じゃねえか。ほう。俺の知り合いの友達のいとこの担任が受け負ってるクラスメートもあそこに入ろうとして様々な不幸に見舞われたらしい。俺の知り合いの友達のいとこの担任が受け負っているクラスメートってなんだそれ。もうお前全然関係ねえや。端末すべてクラッシュしたとか、恥ずかしい写真が流出したとか、自動ドアに挟まれたとか、犬に噛まれて黒猫が横切ったとか。黒猫が横切ったらどうしたんだ。そういえばさっきあの部屋の前を通った時、妙な悲鳴が聞こえたんだよ。あの部屋って真横じゃない。俺も呪われちまったのかな。お祓い行けよ、付き合うぜ。なんかVIPルームの方向に歩いてなかったか。悲鳴？それ俺じゃないか。モブタが悲鳴を上げたんじゃないか。やめて、助けて。ワンモンがこびながら悲鳴を上げてるのか。なんかいろいろいじられてるのね。骨格はワイヤーフレーム。テクスチャみたいなものが貼ってあるのは私たちのアバターと同じね。うん。ワイヤーフレームは人間のアバターがそれより精密なもの。はぁ、君、助けてください。エリコが私のこと解放しようとするんでしょ。今ノックしたか。おい、モブタ、ノックした。解析って言って、人聞きが悪い。別に、どこもバラバラにしてないでしょ。できるならむしろやってみたいけど。いや、それはやめてあげて、死んでしまう。あんたは私のデジモンになったんだから、解析されたり調整されるのは当たり前なの。そうそう、早く進化して何になるんだ。スティングモンになって。スティングモンから。スティングモンの上なんていないからな。ジョグレスしないといないからな。ノックちゃんとした。この部屋に妙に噂が立ってる。ああ、開かずのビッグルームね。たまに面白半分で入ってこようとするお客がいるの。ほう、鍵閉めてるのに。そいつらに何度かハッキングでお仕置きしたら、そういうオカルトな噂が立ったってわけだ。私、全くこの部屋から出ないわけじゃないし、お兄ちゃんは千歳だってよく出入りするんだよ。そうそう、よく見ていればわかることなのに、ほんといい迷惑だ。だってこんな小さい部屋にこんな美少女がいたらね、誰でも入って話してみたくなるんだよ。ねえエリカ、オカルトって何ですか。お前のことだよ。ネットの検索方法を教えてあげるから、
自分で調べてって。いやこれでも実は優しさなんだよ。何でも他人に聞いてるとね、一切自分で調べようとしなくなるから、やり方を教えてあげるから自分でやりましょうっていうのが優しさなんだよ。エリカはあたちにいろんなことを教えてくれるんでしょ。おかげであたち少しこっちの世界の方に詳しくなったんですよ。いやだからググで貸すっていう言葉があるけど、あれは本当はとても優しい言葉なんだよ。何でも聞くなって、 Google で確認しろって。え、本当にこれってこうなんですか、こうしたいんですか、死ぬかボケ、自分で調べやがれアホがって。これも優しさなんですよ。何でもね、人に聞けばいいって思ってる人がいるけど、それは間違いだ。自分で調べて自分で責任を持ってこれだっていうのを見つけ出さないといけないんだよ。大体ね、人に聞く人は、だってこの人が言ってたんだから僕は悪くないみたいなね、ガキが多いんですよ。違うから。私のデジモンだもん。おバカなままじゃ。そうそう、ね、それより聞いて。なんだい、デジモンって告白か。ただのコンピュータープログラムだと思ってたけど違うみたいな。生き物なんだよ。この子たちは外部データを読み取って学習する機能があるのか。人間が手を加えなくても自主的に周囲のデータを取り込んで成長する。そうだよ、だから成熟期とか完全体とか究極体とかあるんだよ。仮に消滅しても自身の複製を作り出す任意の構造物レプリケーター、有機生命体と同じなんだよ。そうそう、データの中に住んでるかどうかだけの違いだ。デジタルワールドのプログラムってみんなそうなのかな。ねえワンワン、デジタルワールドの話もっと聞かせてよ。おお、どん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 お嬢がデジタルワールドについて研究しだした。解剖はしないよ、解析はするけど。解析ね、考えてもいいよ。やったでしょ、あのレジね。デジタルワールドにはデータの粒子が流れる層があって、その話は二人でやってね。帰るよ俺。お、呼び出された。行ってきます。ずいぶん頼もしい仲間ができたようだ。 K、 K が現れた。 K か。その通り、シガは君が追うハッカーではなかったようだね。私も残念だよ。なぜ知っているか不思議かい。私はクーロンの世事には詳しくてね、このくらいの情報を手に入れるのはたやすい。誰だ、一体誰なんだ。過去の知ってる人かな。それにフーディー、新キャラかな。ハッカーの間ではそれなりに有名だ。何しろあのザクソンの懐刀が君のために忠告しよう。彼らをあまり信用しない方がなんだって。なんでやねん、いいやん、お嬢いいやん、すごくお嬢も大好きだよ俺。伊達さんの次の次ぐらいに大好きだよ。所詮彼らもハッカー、裏で何をしているか分かったのではない。私のことも話さない方が賢明だよ。いやむしろ話そうぜ。君が何を言われたかは知らないが、彼らの甘い言葉に騙されないから。どっちを信じるかだね。私が誰か君の味方だよ唯一、ね、次のターゲットの情報を送ろう。もうむしろあの友達、友達じゃないのか。ターゲットの名はカヤバトール。カヤバー、アカウント狩りで闇に流れた個人情報を悪用して企業や個人から金を騙し取っている。奴の元にはあらゆるアカウントが集まる。追ってみるといい。これを話すのかな、お嬢に。お嬢、カヤバトールをちょっと調べてくんねって。なんかアイテムがある。あれどうやって見るの？デジライン。分かったよ、ありがとう。もう終わったけど。こちらこそ。で、何を今拾った？
アイテム？これか。おいおい、何も使えないじゃないか。1って何なんだよ。おじょー、じゃあちゃんとコンコンしてる。おじょー、はい。お嬢はダメだ、使い物なの。掲示板に行こう。なんだこれ、ハッカーズメモリー。おはす、おじゃう。直してくれたのか。こんなん見ていいのか、こんなん見ていいのか。子供じゃないよ。あの体見てみ、まだ子供だった。さあね、こんなん見せていいのか主人公に。誰かの記憶、なんだこれ、こんなんいつ撮った。行くぞ、スーハースーハー、よし、好きだー。ブハハハ、本番じゃないのかよ。音声ファイルだけだった。デジタブ、あ、デジタブ、ここから行けるのね。さあ、ミリーさんから来てる。なんだ、直接話すのか。はい、お、直接行った、瞬間移動した。はーい、立ちの悪いハッカー。よし、墓場とアンダークーロンレベル1、いかにもってやつに話しかけたいのか。いや、デジモンまだいないね。簡単でしょうじゃなくて、デジモンいないんですよ。デジモン、いいデジモンいないかな。エデンに行って、どこだ、ここか。もしかしてここからデジダボ行けるの。アクセスポイント、こっ、あ、そうか、デジタル状態だから行けるのか。いかにもってやついいぞ、ここ。まだ早いだろとか言われたけど、いやいや、そんなことはない。いかにもってやつ、あそこにいるじゃないか。さっきと同じやつじゃないか。ハッカーレベル、コピー&ペースト。なんだこれ、ショベー、レベルがショベー。しかもここ来たことあるやつじゃないか。モンスター出ないし、いいや、モンスター出ないならもう普通にクリアしとこう。出るんかい。敵単体か、クソ。どっちでもいいや、どうせ一発だ。アタック。
なんか来てる。これね、来た時に一瞬で行けるようにしてくれよ。あ、返事が来たのね。まだあんな、さすがにあんな幼年期を仲間にしてもね。へえ、いかにも。弱っ。なんかめっちゃ効いてね。やばくね、これ。やばいぞ、これ。こちさんだ。アワでそんな筋肉じゃねえよ。マジか、マジか。やばい、やばい、やばい。やばい、やばい。アイテム。無理は禁物だ。ちょっとクリティカルばっかやめてくれよ。クチちゃんだ。ちょ強くね、強くねですか。あ、でも弱点だからこれで終わりでしょ。あ、そうか、幼年期にそんなもんなかった。あ、終わった。アタック、ちょっと怖かった、やばかった。レベル上がったから経験値アップだよな。よしよし。経験値はステータスアップ。HP 回復だよな。ギャヒーン。嘘じゃないです。デジモン大切にします。と言いながら、あの、幼年期たちはいつの間にか究極体になって最後まで出てくるんだね。大切に育てた俺のデジモンが今ここに究極体となってみたいな感じで出てくるかもしれない。究極体となって現れたのだ、お前にはもう負けないぞみたいな感じでね、出てくるかもしれない。これモンスター出なさすぎでしょ、こんだけぐるぐる回ってるのに。どうして出ないんだ。あと1回ぐらい戦いたい。どうせ一発で死ぬんでしょ。ダメだな、こんなところで仲間にしても何の意味もない。せめて成長期からだな。ラボで行って話しかけるのか、もしくはそこに、あ、こっちよかった。残り29人は余裕で勝った。え、ブラックリストは30人。本来なら60人いるの。もう一人2班半で。え、もう一人そんなのあったかな。デジファームも何もデジモンいないもんだって。さすがにこの幼年期から育てる気にはならない。ダグアウト。はい、クリア。なんかめっちゃ増えてる。エアドラモンだと、エアドラモンだと、ひえー。まあそのうち行きましょう。じゃあセーブして終わるか。おっつー。